んにちは、よろしくお願いいたします。失礼いたします。よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。熱い熱い、一言いい、はい、君たちならできる。ありがとうございます。早速名言いただきました。お越しくださいました。はじめまして皆さん、改めて私松岡修造さんのモノマネさせております、はい、スーパー GT の公式応援団長、去年からさせていただいている小庭と申します。お邪魔いたします。よろしくお願いいたします。まんま、すげー伝わってきますね。K が勝ったからテンション高い。そう、 K と大阪直美ちゃんが勝ったからテンション高い。ですよね、はい、今日でもあの GT ですからね。 GT なの、今日テニスじゃないですからね。今日はもう GT どうでもいいよ、テニスのこと喋ろう。いや違う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 、 GT 大事ですから。 GT グレートテニスじゃないよ、グレートテニスじゃない、スーパー GT でございます。はい、はい、さあ、そしてお二人も来ていただいております、はい、自己紹介お願いします。よろしくお願いします。スポーツランドスゴーレースクイーンをさせていただいております、鈴木香菜です。同じくスポーツランド主語レッスインの松山咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、素敵です。写真撮るよ、写真撮るよ、今写真撮るよ。そんな言い方ありますか。写真撮るよ。松岡さんもっと下まで行くよ。写真撮るよって下まで行っちゃう。そうですよね。いや、ほら松岡さんがね、いると、はい、なんかこう晴れるみたいなね。あの、下まで言わせて、はい、申し訳ないんだけど、はい、松岡さん今アメリカいるんだよ。そうなんですね。そう、僕じゃさすがに台風止めらんない。まあ、ギリ雨止まりましたから。ギリだよね。これが限界。自分でいつもね、松岡さん限界決めんなよって言うけど、限界を決めるもん。これがギリ。もう分かってんすね。うん、もう分かってん、自分で分かってん。十分ですよね。降ったりだけまだまだ。僕悪いけど、この後雨降ったら逃げるから。仙台から消えるよ。すぐね。はい。もうすぐ新幹線乗って東京来るから。はい。GT ですよ。 GT です、はい、テニスでもないですよ。そうですよね、はい、さあ、この、はい、GT なんですけども、はい、スーパー GT、はい、PR ということで、これどういったものなんですか、簡単に言うと、まあ、今回ですね、こうやって私たちスーパー GT の PR として、まあ、こうやって来させていただいてるんですが、はい、このスーパー GT 日本最高峰のモータースポーツです。ほうほうほう。で、9月の15日と16日にそのスポーツランドスゴ、はい、このですね、このスゴで行われます第6戦、300キロレースが行われるんですが、はい、まさにこのもうやっぱりいろんなね、国内7戦、そして海外1戦ある、この全8戦のうち、この第6戦が行われるんですね。で、もうすごいです、動員数、観客動員数が全部で40万人以上来る。めちゃめちゃ40万人以上。それはでも楽天さんにもしかしたら及ばないかもしれないけど、国内の最高峰のレースとしてはもうすごい数。でもそんな40万人ですよ。東京ドーム10番。はいで言うな、はいで。すごいでしょ、10番。嵐さんの、ね、はい、去年の3日間でも20万人だから、はい、勝ってんだよ、一応嵐さん。そうです。でも嵐ファンの方、そういうことで言ってるわけじゃないから、ね、はい、叩かれちゃうから。大丈夫、大丈夫。乃木坂さんのね、今日大丈夫、比べなくてもいいの。あの、十分伝わってきます。伝わった熱いですね。で、今度あの、スゴーのサーキットでもレースが、はい、そうなんです。で、あ、多分ね、生で見たことある方います？どのぐらいいます？あ、結構いらっしゃいます。嬉しいな。ねえ、嬉しい。多分生で松岡さんを見た人よりも多いと思う。多分そうですね、はいはい、多いと思う。まあ、松岡さんにも負けないぐらい熱いレースなんですよ。めちゃくちゃ熱い。で、300キロレースなんで、300キロってあの、スゴーのサーキット、スポーツランドスゴー81周かな、はいはいはい、なんですけど、これ300キロってだいたい東京から名古屋とかなんですよ。例えば仙台行くのも多分300ちょっとなんですよね。ほうほうほう。それだいたい僕ら車で普通に行ったら4時間とかそれぐらいかかっちゃうんだけど、はいはい、彼らすごいですよ。その半分くらいで終わっちゃう。そうか、スピードがものすごいってことですね。いや、だから錦織圭選手のサーブの2倍あると思ってます。わかりづらいですよ。わかりづらいの。わかりづらい。則本さんの多分スピードよりも2倍くらい速いと思ってます。そうですね。そう、本当にそう。それぐらい300キロぐらい出るんだから、本当にマシンが。そうですよね。ストレートになると、それずーっと。そうで、これ300キロって大体皆さん、あの、高速道路とかで運転される方いると思いますけど、はい、それで運転してなんとなく体感わかるじゃないですか。これってまっすぐじゃないですね。そうだから、そういうところでの、まあ、あの、カーブするところで、だって200キロ以上出てるのに、はい、いきなり90キロ以下まで落とすとか、はいはいはい、100キロ以降に落とすとか、はい、そういうブレーキングの技術とか、はい、そういうのも含めてものすごい繰り広げられる試合が。相当やっぱりこうドライバーの方たちのテクニックってすごいですよ。真剣勝負だから、もう顔つきも全然違うし、はい、もうなんか獲物を狩りに行く、はい、で、まさにこのスゴーっていうサーキットっていうのは、はい、魔物が住むって言われてるぐらい、はい、コースアームが少し狭い、はいはいはい、で、その中を例えば1台抜くのにも大変なんですよ。ほうほうほう。そこをでもみんなが獲物をこうやって狙いながら、もうこうやって真剣勝負、ここだっていうところで行く、ここだっていうところで行く。言わないですよね、ドライバーの方、ここだと思って
とは言わないですよね。いやでも気持ちでいけるよ気持ちでいける、ここだ、気持ちは出てる、ここだって。そうそうそう、でも言ってますよ、あのね、面白いのは車内映像っていうのがあって、ほうほうほう、そういうところとかでもなんかこうちょっとね、こうプルッと邪魔したりすると、はい、あの、まあ、外国人選手で日本語上手い選手、ロニー・クイタレリ選手っていうのがいるんですけど、はいはい、ロニー選手が、なんでだよ邪魔だよとかって言ってた、本当に言ってる、なんで今入ってきたのとかって今関係ないじゃんって言いながら入ってくる、でもやっぱりそれぐらいみんな真剣だから、はい、1台抜かすのにものすごい労力がかかる。これ何台一気に走るんですか。いやこれすごいのが今、はい、国内外17種類のメーカーがいらっしゃいます。ほうほうほう、全部 でその中で全部で40台以上一気に走る、GT500 クラスと GT300 クラスで2つのクラスがあって、はい、GT500 クラスは日産レクサスホンダ、はい、で GT300 クラスの方はすごいですよ、もうベンツがいるわ、レクサスがいるわ、はい、マーク X があるわ、もうスバルがある、だから GT300 クラスは申し訳ないけど、はい、日本でジョコビッチ、フェデラー、ナダル、そういう世界の選手が見れると思って、ほう、なるほど、すごいでしょこれ今ね、いろんなものに例えてきますけどね、これはね、僕今自分でうまいこと言ってる、いやいや、あの今のね、例えなくても十分分かると思う。分かったのなんで分かったんだよ、分かっちゃうでしょ。そう、それぐらいすごいんですよ、本当に。でもあれ性能が違うんですよね、そうなんです、300、500って GT500 クラスの方がパワーが少しあるんですよね。で、じゃあレースだとこうスピードとか違うんですよ。最初 GT500 クラスの方が先にブワーっていくんですけど、はい、GT300 クラスだんだん追いついてくるんですよ、そうなった時に、はい、ロニーさんみたいになんで今なんで入ってきたのとかなっちゃうそう、それぐらいやっぱりあのイライラじゃないんだけど、やっぱり、はい、この GT500 クラスは GT500 クラスのマシンに勝たなきゃいけないから、はい、それで GT300 クラスが前にいたりすると今の入ってくるとこじゃないよ、なるほど、ここなんで入ってきたのって、はいはい、抜くタイミングとか、だからドライビングテクニックだけじゃなく、そうなんです、頭脳戦でもあるんですよ、どこで仕掛けてどこでブロックしようかとか、はいはいはい、後ろからみんな攻めてるわけですよ、はい、それを抜かされないようにブロックしてるんですよ、まずこうやってブロックするわ、こうやってそう、分かんないですよ、こうやってブロックするわ、こういうほらほらうまい、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 GT のドライバーになれる。今ほとんど動きテニスでしたけど、本当にそんな感じでレースが繰り広げられるんですよ、すごいっすよ。こういうのってそういう抜くタイミングとかお客さんとかはどんな感じで見ればいいんですか。あのやっぱりこのスゴっていうコースがまさにちょっと本当にコース幅が狭めで、はい、だいたい抜けるポイントっていうのが決まってくるんですよね、はい、そういうところを見たときに、うわここで抜きに行くのか、あまだここ抜かないんだとか、なるほど、今度ストレート、一番最後のストレートになってくるときはこの例えば3台とかが一気に横に並んで3ワイドって言ったりするんですけど、3台が一気にストレートを走ってたりするんで、うわーってこれ誰どこのマシンがこう1台抜けていくんだっていうところが感じてたりするんですよ、はい、これはすごい見どころが、じゃあ結構ありますね。当たり前で雨止めてるぐらいなんだから、僕雨止めてまで喋ってんだから本当にそれぐらい伝えたい。あそうだ、あの大体こうね天候あるじゃないですか。そうレースってどうなんですか。ちょっと一言おめでとう。ありがとうございます。いいこと聞いた。おめでとうなんですか。世界一の質問する。ああそうなんですか。やっぱりこうタイヤのメーカーが実は4つあって。ほう。そのタイヤのメーカーのもう皆さんも開発をものすごいしてるんで。ほう。雨が降りました。晴れました。はい、雨途中から降りました。はい、じゃあ雨がそれ止みました、はい。タイヤの選択によってマシンの性能が全部変わっちゃうから。うわ。そういうところも含めてこれを導いた質問おめでとう。ありがとうございます。すごい世界一の質問。すごい。え、じゃあ降ったりやんだりするときほど忙しくないですか。そうだから魔物が住んでるっていうのはまさにそこなんです。え、ダメなんですか、こう取り替えてる時間ねえわみたいな、もう雨のタイヤでずっと走っちゃえみたいなないですか。いや、あのね、ものすごい伝えたいことわかる、もう言いたいことわかるんだけどそうなっちゃうとほら他にどんどん抜かされちゃうじゃんもう交代する間にね、どんどんみんな抜かしちゃうわけ、はい、そうするとまたロニーさんがなんで今そうなっちゃうのよって言っちゃうわけ、はいはいはい、そういう気持ちがみんな出ちゃうから。そうか、じゃあ他の人が雨降ってます、はい、雨用のタイヤ、はい、じゃあ晴れました、はい、でみんなが買いに行くじゃないですか。そう、あれこれあと 2,3 周したらもう一回降ってくんじゃないかな。そうそうそう、だから本当に雨だすとかヤフー天気がものすごい重要になってくるからじゃあ運転しながらは見れないメカニックの人たちが見たりしてこの雨来るぞとか、はい、ですごいのがサーキットって広いので向こう側に雲があって向こう側だけ雨降ってるとか、はあはあはあ、こっち側止んでるとか、はい、そうだからこっち側だけ松岡修造さんって向こう松岡修造さんいないみたいなそう向こうはコニアがいてこっちは本物松岡さんいるみたいな感じだとはっきり分かる。そうだから僕雨降ると大体ねちょっと絞むのよ。あんま表出ないんですよ。コニアがいたからとか言われちゃう、はい、そう お前じゃ無理かって言われちゃうそうなんですよ。そう、それだから戦略と戦略的にものすごいですね。そうなんですよ本当に、で今日
のブースもあるんですよね、はい、あもう目の前にあります、はい、あちらのブースで今その GT300 クラスで活躍しているその、レクサス RCF GT3、はい、その GT300 クラスで実際に走ってるマシンを展示させてもらってます、はい、であれね普通この距離でまず見るのもすごいないんですけど、はいはい、サーキット上でもなかなかこの距離で見れないんですよ。やっぱりえそうなんですか、マシンを走らせてるから、はい、やっぱりほらレース前だから何かあると困るんですよ。なるほど、もちろんお客さんのために見せたいんだけど、はい、この近くで見れるってことはまずほとんどないんですよ。なるほど、でさらに今回この近くでないっていうのにあの中コックピットに実は今回乗れる、おめでとう乗れた今乗れた、いやまだ乗ってないです、乗ってないまだ乗ってないですよ。気持ちは乗ってる気持ちは気持ちはでも本当に乗れます。この後もそのイベントをやりますんで、はい、あのぜひね本当に中からスーパー GT のマシンの魅力、うん、この凄さ、うん、で自分全部で、ね、コンピューター制御なんですよ、GT のマシンって。そうなんですか。でボタンがいくつかあるんで、はい、申し訳ないけど本当にこれは僕ね松岡さんの思い過ぎで無理とかやめろとかそういうことあんまり言わないけど、まあね、触んのだけは本当にやめて、うん、それ絶対言わない、それは、ね、無理、それは無理、無理って言わないよ松岡さん、絶対無理って言わないけど僕から言わせて今回は無理これ無理です。こんだけやったら多分そう約束やばい、それぐらいすごいやっぱり、はい、まあ、そういう、まあ、高いというかやっぱりみんながもう全精力を払って人生をかけて作ってるマシンなので、すごいです。だから目線とか気になりますし、ね、そうだからそういうところ感じだからね、通な人は乗った瞬間にもうなんか撮ってる、はい、これだから他のね、今日レクサス写真 OK なんですか、OK です。ただ申し訳ないけどホンダさん、日産の方はちょっとダメです、 NG しちゃうんです、これしないとバレちゃうから。そうか、そうよ、そうよ、もしかしたらいるんじゃない、いるんじゃない、他企業さんがね、いるんじゃない、大丈夫、レクサス、日産、ホンダとか大丈夫かな、バッチつけてる人とかいるんじゃない、そう意外とね、実は社員でした私みたいな。そうですね、おいおい、レクサスはこうなってますよ、日産の情報、日産に全部情報が回っちゃうとか厳しい。いや多分大丈夫です、大丈夫です、一般のお客さんだけだと思います、ね、いやだからぜひ撮ってほしいなと思う、はい、本当にぜひよろしくお願いします、はい、あとは僕とか、はい、お二方とも写真が撮れる時間帯もあったりしますんで、はい、あそうなんですね、そうなんですよ、いやせっかくですからね、お二人、はい、全然もう小宮さんばっかり喋ってるから二人の声も聞きたいなと思ってるんですよ。違う、世界は入ってこれる、世界は入るこの圧は入ってこれない、無理です、無理、改めてじゃあ振らせていただきます、はい、じゃあの PR をちょっと皆さんにお願いします。お願いします。2018オートバックスとスーパー GT ラウンド6スゴー GT300 キロレースは9月の15、16日にスポーツランドスゴーで開催されます。と昨年はですね7月に開催してたんですけれども、今年は9月ということで感染しやすい時期になっております。なのであのご家族とねお友達とご一緒に観戦しにいただけたら嬉しいです、はい、そしてあの大迫力のスーパー GT をですねサーキットでぜひあの味わってみてほしいと思っております、うん、そしてですね入場チケットなんですけれども、ただいま各コンビニプレイガイドで絶賛前売り発売中です、うん、そしてですね気になる料金なんですけれども、高校生以上はシングル5200円、ペアですと9400円となっておりますので、うん、そして あとですね中学生以下のお子様はあの参加無料となっておりますので、はい、ぜひご家族とお友達とご一緒に遊びに来てください。はい、他にはありますか。はい、レースだけでなく、うん、イベントも盛りだくさんなのがこのスーパー GT なんです。でお子様向けのイベントとしますと、土日両日開催されるキッズカート体験ができます。そして土曜日だけにはなりますが、キッズウォークが開催されまして、どちらも無料のイベントになりますので、なかなかね、キッズウォークとかはこうレーサーとかあとチームの皆さんに近づけるチャンスなので、ぜひ参加していただきたいなと思います。あとはイベント広場であの各自動車さんメーカーのブースだったりとか車両展示も行っています。そして私たちレースクイーンなどオフィシャルステージやあとトークショーもねやってますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思いますので、ぜひこの迫力のあるレースをお友達やご家族と一緒に観戦しに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。ハナちゃんが喋った方がなんか伝わりやすくない？いや本当に落ち着いて聞ける今、うん、僕思った、うん、なんて落ち着きのない人間なんだろうって
本当に。でも自己反省が逃げる人間。いやでもね、こうやってまあこのスゴーね、もしかしたらいけない方もいらっしゃると思うんですが、はい、その後あと残り2戦、はい、あの国内で戦いがあります、はい、10月の20日21日は大分県のオートポリス、はい、で10月の11月の10日11日、はい、これが、モテキグランドファイナルといいまして、はい、ツインリンクモテキ、ここからだと結構ね、あの栃木県のツインリンクモテキなので、はい、結構近いと思うんで、はい、もしそちら来ていただいて、はい、スーパー GT のもう最後グランドファイナルは本当にもう全員選手が出てくれて、あのプレゼントを投げてくれたりするんで、もうそういう感じでね、あのレース楽しんでほしいなと。見てほら、あ、なんだこれ、照明だった、太陽だった、照明だった、太陽じゃない、太陽じゃない、これ照明いつついたの今、暗いからびっくりした、太陽出てきたと思ってさ、自慢しようと思ったのほら見たって言ったら照明だった照明さんありがとう。でもこれあれシリーズもう終盤、そうなんですね、国内も全部8000の、全8000の中のもう第6戦になるので、はい、まあ、終盤になってくるので、はい、かなりポイント争いとかも含めて面白くなってくるんで、チャンピオンがこう、そうで、ここでポイント取れるかどうかっていうのが変わってくるんで、うわ、いやもうだいぶね、こう熾烈な争い、特にやっぱりこう抜きにくい相撲だからこそ予選から熱くなります。ちょっとあのイーグルスファンにとってはこうシリーズ終盤でのチャンピオン争いというのがすごく羨ましいなっていう感じです。いや、じゃあ諦めんな、絶対できる大丈夫なんだよ。そう、諦めたらそこで終わりだから。そうです、ね、諦めなきゃ絶対いけるから。ちょいちょい脅威してるとかね。いい感じですよ。あ、小島さん、もうお時間です。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。本当に本当です、本当です。最後、はい、あのさっきね、応援する時の掛け声がすごい良かったなと思って、はいはいはい、絶対勝つぞイーグルス、はい、それに合わせて、はい、絶対行くぞスーコーって言ったら同じように返してくれないから。いや、あの応援バッチリの方ばっかりなので大丈夫です。ちょっとやってみますか。僕が絶対行くぞスーコーって言ったら、みんな絶対行くぞスーコーって言ってもらっていい。最後、それだけちょうだい、それだけちょうだい、それだけちょうだい、いい、欲しがり、これ皆さん欲しがりさんだから、あのごめんなさいね、あの最悪、もしかしたら来れないかもしれないけど、それでもいいや、なんか、で伝えてほしい、口に出すことが大事だよ、大事、大事、大事、そうすると、もう気づいたら、すぐにいるから、やばい、俺、これ、ポジティブ感が俺、すげえ引っ張られるわ、これ、ずーっと一緒にいると、だんだんちょっとまた雨が降ってきたから、本当、早く逃げちゃう、じゃあ、すみません、最後、ちょっと一言いただけたらと思います。絶対行くぞスーコー、絶対行くぞスーコー、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あの僕本当にリターンエースが来ると思ってなかったから、はい、あのやっぱりイーグルスファンは世界一おめでとう、本当にありがとう。さあこの熱いね、はい、思いを引き継いで我々もね、はい、今日応援 したいと思いますんで、はい、もうぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、この後フィールドの方にお邪魔させていただきますんで、はい、そちらともぜひ皆さんよろしくお願いいたします。引き続き熱い声優よろしくお願いします。すいません、本当ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、スーパー GT 公式応援団長小島さん、スゴーレースクイーン鈴木かなさん、松山咲さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、本当ありがとうございました。じゃあお二方はこちらから、はいはいはい、なんだろう、なんだろう、小庭さんずっと喋ってましたけど、どっと疲れた。すごい勢いですね。疲れたっていうな、疲れたっていうな。疲れてないぞ、疲れてないぞ。